プロゲステロン、プロゲステロンとは、ステロイドホルモンの一種である。一般に、黄体ホルモン、プロゲストウゲンの働きを持っている物質として、代表的である。思春期、成人女性では、卵巣の応体から分泌されるが、妊娠時には、妊娠中期以降になると、胎盤からも分泌される。生体内で、黄体ホルモンとして働いている物質のほとんどが、プロゲステロンである。 黄体ホルモンの主な働きは、女性の体、特に子宮を妊娠の準備をするように変化させ、月経周期を決めて、もし妊娠が起こった場合には、出産までの間、妊娠を維持させる役目を果たすことなどである。人工的に合成された黄体ホルモン作用を持つホルモン類似物質を治療目的で投与する場合があるが、これらの黄体ホルモン類似物質はプロゲスチン。 または、プロゲストウゲンと総称される。プロゲステロンは、錠剤として、蛍光投与されると腸管からの吸収後、肝臓にて大部分が急速に代謝されてしまい、ほとんど効果をもたらさないため、多くの場合、プロゲスチンが用いられてきた。その一方で、近年では、軽秩剤薬や窒ジェルなどの投与法を使い、プロゲステロンそのものを使用する方法も一般化しつつ、ある。 プロゲステロンは卵巣の応体で合成される。また、卵巣を除去した父牛の血液中にもプロゲステロンは含まれる。これは副腎皮質からもプロゲステロンが微量ではあるが分泌されているからである。また、プロゲステロンは代謝作用に必要不可欠なものである。プロゲステロンは血中から細胞に入ると細胞内に存在する。 プロゲステロン受容体タンパク質に結合して複合体を形成する。この複合体は核内の DNA の特定の部分に結合することで多くの遺伝子の発現を変化させる。この機構により子宮内膜や子宮筋の働きを調整したり乳腺の発達や妊娠の維持などに関わる。また体温上昇の作用もあり女性の青春期のうち大体期に 基礎体温が高くなる理由は、主にプロゲステロンの体温上昇作用のためである。プロゲステロンは、高エストロゲン作用も持つ。なお、女性のエストロゲンの分泌能力は健康であれば、閉経までほぼ一定に保たれるのに対して、大体期に、大体から分泌されるプロゲステロンは30歳に入ると減少を始め、以後、加齢に伴って徐々に低下する。 これに伴って、大大気の基礎体温も低下していく。また、プロゲステロンは、外呼吸を促進する作用も有する。特に、米国においては、プロゲステロンを配合したクリームが多数発売され、サプリメントとしての一大市場となっている。エストロゲンを投与されている、際の過剰な子宮内膜の飛行を抑制したり、骨粗症症、高年期症状、 生理不順や生理前後の肉体的、精神的不調の緩和などに効果があるとされている。日本国内においてもこれらを輸入販売している業者が存在する。しかしこのような市販のプロゲステロンクリームに関しては、科学的根拠に乏しいという批判がある。前述のようにプロゲステロンは、通常の蛍光投与などでは代謝分解されやすく、医療現場では滅多に使用されることはなかった。 プロゲステロンクリームのメーカーや、これを推奨する一部の医師は、クリームを肌に塗布することがこの問題点を克服する方法であると主張する。塗布後の血中プロゲステロン濃度の上昇であるが、実際に2から 5NG、ミリリットル程度の血清濃度の増加があるという報告がある。しかしながら、プロゲステロンは、健康な女性の生理周期のピーク時で三十から十五 n g ミリリットル。 妊娠中にはさらに大量の分泌がなされるものであり、クリームによるプロゲステロンの補充がメーカーによって宣伝される、更年期、生理前後の不調の緩和には不十分ではないかと懸念されている。また多数のメーカーが生産しており、医薬品のホルモン製剤に比べて FDA の監視も緩やかとなるため、品質やホルモンの含有量に必ずしも信頼が置けないという問題もある。 その一方で評価法によっては赤血球を含むサンプルを測定し数日間分のプロゲステロンの血中濃度の変化を積分する医師の処方箋が必要なプロゲステロン錠剤に匹敵する値が得られるしてこのようなホルモン剤を一般の人が自由に購入できる状況に懸念を示す研究者もいるこの問題に関してクリームの使用を進める医師メーカーなどは と反論してきた。1に関する検討であるが、実際に赤血球からの検出を試みた研究でも、プロゲステロンは、わずかしか検出されなかった。2に関して、クリームと符号の唾液による検査値は、健康な大体期の女性の数倍にもなる高値を示し、むしろ高すぎて不自然である。また唾液による高値が検出される間、 血清のみならず、尿へのプロゲステロン分解物の排出も少ないことから、唾液を用いた検査結果を治療効果を類推するために用いるのは不適切であると思われ。これらの品薬品扱いのプロゲステロン製品の実際の治療効果に関して、メーカーや著書などで使用を推奨する一部の医師が専門誌などに研究結果を発表したことは少ない。 幾人かの研究者が臨床試験を行っているが、否定的な結果が大多数である。閉経後の女性に塗布し、血管調節、血中の脂質、骨代謝、心理的影響に関して診断した報告では、変化がないという結果が示されている。骨粗鬆症に対する効果が主張されることを受けて、リーネティラは閉経後の女性たちを被験者として検討を行ったが、1年にわたる、 プロゲステロンクリームの使用においても骨密度には変化をもたらさなかった。近年になってからも骨粗しょう症の予防や治療、高年期障害の緩和の効果が検討されたが、偽薬との差を生み出すことはできなかった。以上のように、市販のプロゲステロンクリームの薬理作用、治療効果は現状では立証されていない点が多く、特にメーカー側の説明は古代とも言える状況にある。 実際に2007年10月には、米国連邦取引委員会、FTC は、プロゲステロンクリーム販売の7社に対し、骨粗症症の予防及び、治療、子宮内膜癌の予防、通常は、プロゲステロンの重大な作用である、乳癌の発症リスクがない、むしろ予防効果があるの3点に関しては、科学的根拠がなく、虚偽広告がなされていると告発している。近年、 医療の現場ではプロゲステロンを秩剤薬や秩ジェルなどに加工したものが使用されており一定の効果を上げているが自然なプロゲステロンを使用しているというキーワードで自らの品を関連づけて宣伝するメーカーも参見される現状ではプロゲステロンクリームは医学的根拠に乏しいサプリメントであると言わざるを得ない日本薬局報酬剤品はプロゲステロン 結晶性の粉末、プロゲステロン注射液、油性の注射液の二品、生殖補助医療、アートのホルモン補充療法、ホルモンリプレイスメントセラピー HRT に用いられる。これまでは天然型プロゲステロンの緊中製剤を用いたり、ウトロゲスタンチツザ剤などの海外製品を医師が個人輸入の形で入手、あるいは院内製剤として自作していたが、 2014年9月26日にルティナス窒剤材フェリングファーマの製造販売が承認れたアートにおける応対補充の適用を有した日本初の窒内投与製剤となる専用のアプリケーター、使い捨てを用いて窒内に挿入する同年12月販売開始となったが薬価未収載裁である楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください